朝枕元プレゼントママこれはどんなお話宇宙を夢見た少年のお話ある夜その少年は宇宙へと彼女に別れを告げ人類のために勇敢に飛び立ったアストロノーツあなたは待ってあの頃の思い出を待ってどこまで行けるでしょう太陽系を越えた頃ずいぶん遠くまで来たようだパパ元気にしていますか甲子園は途絶え語りかける日々地球を飛び出してから今何年パパと同じ年だよ想像と違う未来だ怖いなアストロノあなたを私じゃなくていいに余裕のない二人だったし気づけば喧嘩ばっかりしてさごめんねずっと話そうと思ってたきっと私たち合わないね二人きりしかいない部屋でさあなたばかり話していたよねもしいつかどこかで会えたら今日のことを笑ってくれるかな理由もちゃんと話せないけれどあなたが眠った後に泣くのは嫌声も顔も不器用なとこ
分君じゃなくてよかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事変えまかも。不器用なとかも多分今も嫌いじゃないの。ドライフラワー見たく時間が経てばきっと色が浮かぶ赤き愛の